ゆっくり霊夢かっこうぷ主です。マリサだぜ。前回は、上杉家に攻められたり攻めに行ったりしたね。防衛戦から始まってカウンターの形で攻めていったんだぜ。北条家もリミッターがかかって足なけ手前で止まってくれてるし、しばらくは上杉家に集中できそうだよ。強撃されたらどうしようもなかったからな。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は津川城制圧して終わったんだったな。残党がまだ結構向かってきてるから、その迎撃戦からのスタートになりそうだよ。そうか、一度制圧してるから最上家から防衛呼べるのか。援軍ももらえるんだけど、大宝寺城は安藤家と隣接するから結果、柴田城だと兵力足りなさそうで制圧も厳しそうだな。笠井家と岩城家と停戦も切れそうだし、万が一の仲介用にポイントも取っておきたいしね。ならなおさら防衛頼むので良さそうだな。よし、話は次。防衛誰が来てくれるのかな。吉明みたいだな。これはラッキー。早めに兵糧やばい部隊は騎乗させたかったからね。敵部隊が津川城到着までに結構時間かかりそうだし、これなら手前の部隊さえ迎撃したら吉明来るまである程度騎乗させても持ちそうだな。あとはこの先の大枠の作戦も考えていこうと思う。前回は北条家も攻めてくる前提の作戦だったからな。北条家は来月那須家、織田家、徳川家と停戦が切れるよ。徳川家は豊臣家と長期同盟だったな。そういや前回徳川家が上杉家攻める可能性あるって考察してたけど、同盟先の従属勢力は攻撃できないんだね。同盟先の同盟勢力は攻撃できるのにややこしいよな。同盟国の同盟勢力攻撃したら関係悪化するようにしたらいいのに。ゲームだと援軍呼ばれないしメリットしかないからな。そして秀吉は相変わらずの従属の多さ。しれっと攻めてた長宗我部家も従属させてるな。そして2ヶ月後には将軍家とも同盟を組めるよ。ただ将軍も毛利家との同盟があと2年だから2年間しか守ってもらえないな。この将軍の仲介をメインに今回からの作戦を考えていこうと思う。まずは、将軍家が滅んだ後の巨大勢力の同盟作り。将軍家滅ぶ前提なんだな。確か毛利家と同盟切れた瞬間毛利家に滅ぼされた記憶があるんだけど、毛利家もストレス溜まってたのかもな。で、将軍家の次の仲介役兼、共闘役は徳川家にしようと思う。秀吉じゃないんだな。秀吉は距離離れてるし、威風弱者関係好転してもポイントの溜まりが悪い。ならば徳川家なら弱でも協調になってくれるし、早い段階で同盟関係になれると思うんだよね。そうか。徳川家も秀吉からはあと3年ほど攻められないし、その間に上杉家を攻めて北条家を挟んでいくのか。そのつもり、だから万が一北条家が那須家まで滅ぼしてこっちに来ても将軍で仲介できるし、集中して一気に上杉家を潰していくよ。でもあまり上杉家攻めすぎると今度は前田家と隣接するんじゃないのか。だから攻めるとしても本拠地の春日山城までにしようと思ってるよ。春日山城まで行けたら真田家も攻撃範囲に入ってくるし前田家とも隣接しないわけか。そう、まあ上杉家攻めてる時点で秀吉とは同盟組んでもしょうがなかったんだけどね。そうか、秀吉と同盟組んでしまったら上杉家に攻めれなくなってこの戦力でいきなり北条家と戦わないといけなくなるのか。兵力差、部隊数差で圧倒的に不利だからさすがに今のままじゃ勝てないと思うからね。だから今後の大枠の作戦としては、将軍に守ってもらいながら上杉家と交戦、威風弱異常発動したら徳川家と外交、徳川家と同盟組めたら北条家も攻める視野に入れる、そんな感じだよ。もっとも徳川家も周り攻めるところが北条家くらいしかないから、先に北条家と交戦するかもしれないがな。そうなったらそうなったで漁夫狙いしてもいいしね。でも前回のシリーズの最後も謎に北条家と徳川家見つめ合ってただけだから、今回もお互いつつかないと攻めないとは思うんだけどね。まあそのあたりは進めながらの様子見だな。それじゃあ大枠の作戦も決まったことだし、残党処理からやっていこうかな。とりあえず兵糧やばい部隊から騎乗させて次の城攻めに向けて準備していくよ。津川城防衛戦。細かい合戦重ねて守っていくんだぜ。成政さんだけ手強かったかな。能力高いからな。それじゃあどんどん合戦やっていくよ。
数方面から来られたから威風弱での防衛を変更。そろそろ義明も到着するんだぜ。さあ行くぞ。津川城防衛戦2連戦目。小マップだし強制的に敵兵力も削れるな。ちょっとはダメージも与えておかないとね。最後に3方向攻撃できなかったから少し被害を多め、大路前で邪魔されたんだぜ。それじゃああとは3部隊、吉明さん到着するし、メゴ姫さん以外は騎乗してもらうよ。あ、早速同盟切れた瞬間に大崎家が火災家攻めてるな。陸上兵力少なかったしこれに関しては助かるかな。始めますよ。津川城防衛戦、3連戦目。影勝は U ターンして強撃狙いに向かってるんだぜ。絶対こっちに来た方が良かったと思うんだけど。被害はほとんど吉明さんが受けてくれたから実質うちのダメージはゼロだよ。最低だな。あ、赤色消えたな。U ターンしたと思ったら見捨てて騎乗してたのかよ。あっちも最低だな。それじゃあメゴ姫さんも騎乗。次の城攻めに向けてしばらく準備していくよ。将軍とこれで同盟組めるな。よし、これであと2年の安全は保証された。あとはこの間に上杉家の弱体化、徳川家との同盟を結ぶことだな。あ、上杉家が動いてるな。津川城に攻めてこないのかよ。の野辺沢城目標みたいだな。あっちの方が遠いし本当に影勝さんの采配謎なんだけど。うちが最上家から防衛呼んで騎乗まで兵力が少なくなったからいけると思ったんじゃないかな。なるほど、確かに。まあ頑張って防衛してね。他人事かよ。言ってるうちに防衛要請来てるぞ。しょうがないなぁ。お前防衛もらっててよく言えるな。あ、相馬さんはダメ。次の城攻めに使いたいんだよね。さ、根本さんならいいよ。いや、でも兵糧が足りなくてほとんど戦えないんじゃないか。なら兵力ちょっと調整したらなんとかなるような気がするよ。うん、大丈夫。全然大丈夫そうに見えないんだが。ほとんど戦闘に参加できないかもしれないけど、吉明さんこれで我慢してね。いつか仕返しされそうだな。岩城家との停戦切れて確認したら従属可能だったよ。これで無駄に戦わなくて済むな。いたしかたなし。足投げはまだ無理か。北条家が停戦切れて一気に動き始めたな。ここからどこまで東に介入してくるかだね。2年は安全だが早く徳川家とも同盟組んで共闘しないとヤバいかもな。次攻める場所なんだけど、最上家を成長させるためにも柴田城を攻めようと思う。柴田城を制圧して大宝寺城孤立が狙いか。そうだね。そうなれば大宝寺城は奪還できると思うし、援軍ももらいやすくなると思うからね。距離が距離だから今回も攻城目標設定して攻めていくよ。前線でどの城も兵糧ボロボロなんだぜ。案の定ほとんど戦えてなくてくさ。笑ってんじゃねえ。あ、でも上杉家も引いていったからよし。本当に影勝の謎采配だったな。それじゃあ後方から順に出陣させていくよ。でも後方からたどり着く前に兵糧切れで壊滅してしまうぞ。大丈夫、メゴ姫さん周辺部隊を少し早めに出陣させて軍制圧を少しやっておけばなんとかなると思う。それに軍制圧してたら勝手に敵部隊から寄ってきてくれそうだしね。それはあるな。遅れてはなりません。いざ進め。案の定かなり寄ってきてくれたよ。これなら兵糧問題も大丈夫だな。しかも8部隊集まってるし、空中発動できるじゃん。これは勝てさえすれば柴田城は成長したまま頂戴できるな。柴田城の戦い、思ったより兵力差あるな。これ大丈夫かな。参戦部隊次第な気もするな。毎回恒例影勝さんだけ兵力高いパターンだね。その他武将は砲術で対処したらなんとかなるかもな。なんとか頑張ってみようと思う。ってダイジェストもしなかったのか。本当はダイジェストで流そうかと思ったけど、メリーゴーランドと交代作戦しかやってなくてあまりに地味だから全カットしたよ。そして恒例影勝は無視での優勢勝利だったしな。合戦ダイジェストはもっと激アツの合戦になったら流していくよ。この国に世を震わせるでしょ。これは柴田城言ったな。
と？秀吉反応。よし、これで柴田城ゲット。お、徳川家が有効になってるな。やはり威風の関係好転も距離離れてる勢力は一段階少なくなるんだね。これなら徳川家とはすぐに同盟組めそうだな。大枠の目標の一つをクリアできそうだよ。やってみせましょう。そして柴田城はいい育ち具合。序盤で兵力4000もらえるのは強いな。あとは残党処理やっていかないとね。早く諦めてもらえるように兵力かさ増ししていくよ。最上家の乱用だな。柴田城さえ守れたら最上家も大宝寺城楽に取れるからお互い好条件だと思うんだけどね。それじゃあ残党処理やっていくよ。上杉家帰っていったな。かさ増し作戦成功。全部待機場して次の城攻めに向けてまた準備していくよ。3ヶ月カット。まだ兵糧があんまり回復してないけど、工場目標の軍準備も時間かかるから早めに設定していくよ。土地を城目標なんだな。よさか城と比べて近かったからね。まあ威風中発動したら周辺3つくらい一気に取れそうだしいいんじゃないかな。さっき割と合戦きつかったから今度は少し部隊数多めでいくよ。それじゃあまたしばらく準備していくよ。さらに3ヶ月カット。待ってる間に小二田隊も発令してさらに兵糧日数の底上げもやったよ。またさっきと同じように先行してメゴ姫さんに軍制圧してもらいながら攻めていくよ。もしよろしいですか。安藤家に攻められてるから防衛要請だな。今？でも断れないしどこか出せるところあったっけな。柴田城の3200取られるみたいだな。え、マジ？それ今回の作戦失敗しちゃいそうだから嫌なんだけど。出陣してる部隊は向かわせれないみたいだな。だから確定で今提案されてる部隊出さないとダメそうだぞ。じゃあ断る。拒否されてて草。さっきの防衛で抜いた罰だな。説法じゃあ。それ前のシリーズ。遅れは禁物です。仕方ない、主力で考えてた北さん抜いて土地を城攻めていこう。でもその分国衆の重長使えるからそれでなんとかしてくれ。良き手を考えねば。土地を城の戦い、威風中には伸ばさないのか。あんたは鬼か。さすがに兵力差すごくなってきてるから威風中に伸ばしたら合戦で勝てなさそうだよ。また影勝放置でワンチャンだな。マップにもよると思うけど、ギミックなしだったらきついかも。とりあえず能力はうちの方が強いから交代作戦とメリーゴーランド使いながら戦っていくよ。今回も恐ろしいほど動きなかったからカットしたよ。結局マップギミックはなし。メゴ姫と重長でほとんどの部隊引きつけてる間に優勢勝利に持っていったんだぜ。あ、もちろん今回も影勝さんは放置だよ。この世を震わせるでしょう。なんじゃと？秀吉ちょっと気になってきてそうだな。毎回反応してるしね。外交関係はどうなったかな。徳川家が強調になってるな。じゃあまた外交やっていこうかな。好転してなかったら敵地だしまともにポイントたまらないからな。これで土地を城と与坂城は軍制圧しなくてもいけるのか。なら同時攻撃しても良さそうだな。土地を城は兵力なくなって一気に制圧できるだろうし、重長さんと小十郎さんに任せよう。その他残った部隊で与坂城に攻めていくよ。残党も少ないし、そもそも周辺の兵力も少なくなってるからなんとかなりそうだな。触れる。もし、大宝寺城奪還したみたいだな。北さん向かわせてるんだから奪還できなかったら怒るよ。落としてくれよ。もし嫌な予感。よろしいですか。よろしゅうございますか。秀吉からの仲介来たな。ふふ、ついに上杉家も秀吉に頼らないと城を守れなくなったか。うちは将軍に守ってもらってるがな。これでしばらくは兵糧回復に専念できそうだね、はい、それに停戦期間終わるまでは軍も奪還されないし、早く攻め込めば直通で城攻めできるな。まあ今後上杉家攻めるには威風中以上が条件になっちゃったけどね。今回もなんとか勢力拡大できたな。上杉家攻めは威風中以上が条件になったし、次回土地を城攻め以降は大枠の作戦も変えないとダメかもね。
三つ威風で巻き込んだら城の数減ってそれ以降威風中発動できるだけの部隊集められなさそうだしな。そのあたりはまた次回考えていこうかな。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。